山形銀行では4年ぶりにマスクを外しての入行式が行われ、新入行員たちが決意を新たにしました。山形銀行には去年より6人多い47人が入行し、式に臨みました。長谷川吉重頭取が、日々研鑽を積み信頼される人間になることで、先輩方が積み上げてきた信用と信頼をより強固なものにしてほしいと激励。これに応え、新入行員代表の小林きららさんが決意を語りました。常に学び続ける意欲と向上心を持って尽力してまいりますことを、ここに誓い答辞とさせていただきます。山形銀行をリーディングバンクとして、地域経済を牽引していく、山形の経済を牽引していく立場となっていると思います。まず第一に、お客様に寄り添いながら、かつ地域社会を担っていく立場として、その責任感を持ちながら、社会人として一人前になっていきたいなと思っております。一人だとくじけちゃうこともいっぱいあると思うんですけど、心強い同期がたくさんいるので、みんなで切磋琢磨して励まし合いながら、新しいこと、大変なことを全部乗り越えていきたいなというふうに思います。新入行員たちは社会人マナーや金融の基礎知識などを学ぶ研修を経て、本格的な店舗勤務に入るということです。